串田神社は、三重県松阪市にある神社である。式内社。旧社格は村社。串田川下流の西岸近くに立地している。利用美容業者の信仰を集め、境内に接した場所には、三重県美容業生活衛生同業組合らによって、混流された串の日がある。7月の博多祇園山笠や10月の博多。 おくんちなどで知られる、福岡県福岡市博多区の串田神社は、天平法寺元年に当社を勘定して創建したと伝えられる。大枠後命、串玉の姫命、裾野の,の、雨のおしほ耳の、市木島姫野を祭人とする。社殿では、水人天皇22年に山和姫命が、天テラス大臣を祀る場所を探す旅の途中でこの地を、 案内した大枠後命を祀るために創建されたと、される。江戸時代の明暦頃に、社殿も失われ忠実となったが、教法年間に再興された。明治40年2月27日、合祀と共に、自室書内に移転、大串田神社と改称し、翌明治41年2月11日に、山添町の神山神社に合祀。その後宇治子が分詞を希望し、 昭和8年2月1日に、現社地に分誇らされた。平成18年9月4日に、三重県美容業生活衛生同業組合らによって、串の日が混流された。当時の厚生労働大臣川崎次郎の筆による、もの。ありがとうございます。